リスクアセスメントは、まあ、その塗料の観点で、まあ、そのどういう管理、もしくはその表示が正しいのかというところを、お客様からご質問をいただくんです。で、そこのお客様が基本的にこういうことをやりたいというのは、先ほど前段お話しした、SDS にちょっとでも書いてある。微量入ってる。高齢以下だけど、微量入ってるでしょっていうところに関しても、やっぱりそれは告知をして、やっぱりまあ、それなりの対策を打とうねっていうふうにするべきなのではないんだろうかって考えてるっていうところからスタートだったんですね。でただ、やっぱりまあその塗料っていうのは、まあ、ある程度その法律が基準値以下であれば、おそらく労働環境的には安全であろうというところが、まあその、まあ、上限、下限というところで設定されてて、で、まあ、当然塗料を作る、設定するときには、その法令より基準値よりも下回っているというところで、まあ、その、いろいろな、消防法もそうですし、有機則もそうですし、特化則もそうなんですけど、まあ、そういったものには該当しませんよ。ですから、労働関係的には、従来のものに非常に安心してご利用いただけますっていう形でやってるんですけど、当然のことならゼロではない部分があるんですよね。そのゼロではない部分と、リスクアセスメントしていくべきかっていうような話を問われ、で、その、この間は塗料メーカーさんも、おそらくリスクアセスメント作ってるでしょうから、まあ、どういった形で作ってるのか、お聞きしたいです。うん。という話が。めちゃくちゃ難しい話。そうなんです。だから、まあ、それは、そこの会社様がどういうふうな形で従業員さんに対して、まあ、そのリスクアセスメントっていうのを、まあ、構築していくかっていうところ次第なので、うちから強制するものではない。っていうところが。そもそもリスクアセスメントの定義をしっかり理解されてない会社さんが多いですよね。多分やり方も良くなくて、今は法令で義務化されてるのって、その674物質だったり、その化学物質に対するそのリスクアセスメントをしましょうっていうのが2016年から義務化されてますけど、単純にリスクアセスメントって見ると、例えば物を運ぶ作業とか、その要は化学物質を関係ない普通の、要は、肉体労働的な作業に関しても、まあ、外でなんか食レポに乗って、なんかやります。それに対してもリスクアセスメントしようとか、まあ、リスクアセスメントをものすごい広い範囲で使われている中で、今法律に規制されているのっていうのは、その化学物質を使っているところの義務化っていうところで、そこはすごいややこしいで、うん、なんか、研磨作業に対してやるのか、うん、その研磨作業に入っている、その、砥石に入っている、成分に対してその拡散のリスクがあるかどうかを調べるかみたいなのがあったりして、今うちでこの話が多いのはそのコントロールバンディングないしクリエイトシンプルっていうような、まあ、リスクアセスメント支援ツールである程度 SDS の物質をこう自分たちの作業に合わせてやると、あれ結局かなりその大げさな評価になるレベル3によってすぐなってしまって、暴露濃度を超える可能性があるとか、全然大したことない作業、もうこの間、測定したところだと、本当に製品の洗浄で、塩酸を綿棒につけて、テーブルの上で本当にちょんちょんちょんってやって、その後、ベースで拭き取るような作業だったんですけど、それでディスカセプトしたら、レベル3が上がるって言って、そうすると局所回帰装置を置くのか、どうのこうのとか、では暴露レベルを超える可能性があるという値が出てしまって、っていうので、どうしたらいいんだっていう。その支援ソフト使うとっていう、ね。そうですね。ただ、一番お手軽なのは、まあ、厚労省も何個か選択肢がある中で、一番メジャーなのがその2つぐらいで、うん、それでやると結構レベル3業務っていうので、頻繁に出てしまって。やはり基準が低いということですか。基準値が低いのもあるんですけど、結局は、その、シビアな判定はできなくて、払拭作業で、それ要は揮発性の高い塩酸とかだと、部屋に拡散する可能性があるから、マックスの多分、その危険度みたいな作り方もするから、全然使用量が、使用量がガバガバで、それが1時間1ミリとかそういうのじゃなくて、なんか1から1リットル、それ極端な例を挙げると、1から1リッター、1リッターから100リッターとか、もうこの、ああいうふうに、やり続けが幅があって、じゃあこの細かいところどんだけ、
その、綺麗に行ったって、そうじゃないような負け方をしてあって、だから、その中で少量のところを選択しても、うん、結構レベル3っていうようなバックの、その、こういう可能性があるんじゃないかっていうような感じで出てしまって、で、うちの方は、多分それはもう超えないし、まあ、超える可能性があるなら一回測りましょうっていうので、実測を今しちゃって、うんまあ、実測したら、今現状そんなリスク説明の測定をバンバンやってるわけではないんですけど、うん、基本的には実測やってるお客さんに関してはかなり低い。まあ、うちの設定した、まあ、基準の10分の1を分析の加減値にしてて、その未満だったりするっていうところが多いんです。一応そういう確認もされたりとか、うん、あと、まだ、その、明確なルールができてないんですけど、先月、そのリスクアセスメント対象物に対する、その、濃度測定の指針みたいなのが出て、まあ、作業環境測定って A 測定、B 測定で、環境を中にどれだけ散らばってるかって見るんですけど、うん、リスクアセスメントの測定は、やっぱりその、バトル濃度とかっていうところで、作業環境測定というところの CD 測定というので、一応指針が出てて、まだ、きっちりしたやつはもうちょっと詳細なところが出ますという状態になってるんですけど、もう全然関係ない作業をしてても、8時間とりあえず取る。要はパソコン作業が間に入って、うん、途中で塩酸で払拭作業があって、うん、作業環境測定だとその対象作業の時間だけ切り取ってやるんですけど、本当にその人は1日の、修行中の暴露濃度が測るというような測り方が今記載されたやつが、うん、ちょうど資料を先週メールをして、うん、なんだろうと思ってるところもあったりとか、そこも、まあ、基準を超えると、義務ではないんですけど、例えば暴露濃度を超える結果に測定してなりました。そうすると作業環境測定で半年にやった方がいいです。うん、って書いてあって、あとは、暴露濃度が2分の1以上だった場合、基準値に今と2分の1以上だった場合は、測定頻度明記されてないんですけど、ある程度の周期で測った方がいいっていう書いてあって、ある程度の周期って何なんだよっていう、うん、ところがあったんですけど、うん、だから結構その、実際に走らせたら混乱するようなことが書いてあって、そういうのを今部分部分に見たエンドユーザーからはそういう測定の問い合わせだとか、うん、っていうのがある感じではありますね。そのリスクアセスメントが走り出してから、たけしさんの方ではどれぐらい問い合わせがあるんですか？今は、どっちかというと、話を聞く。コントロールバンディングとクリエイトシンプルはまず何なんだみたいな、はあはあ、ところの問い合わせが多くて、うん、まあ実際2016年に本当に義務化されたんですけど、その時に形だけ全部の作業を網羅するのに、1個か2個やったらおしまいになってる会社だったりとか、うん、まあその時も、あったけど、とりあえず何もやってないっていう会社が多くて、多分今実際の実施はめちゃくちゃ低くて、うん、やってる会社さんっていうのは、うん、やり出すと、あんまりその説明もざっくりとしてるから、誰もがすぐ使いやすいインターフェースじゃなくて、ちょっと選択肢に迷うようなところだったりとかあったりするので、うん、そういうところの問い合わせだったりとか、まあ、結果が、さっき言った1、2、3、4になって、3、4になってしまった場合にどうしたらいいのかというような話が今多いです。うん